勝していきたいと思います。なるほどね、はい、さあそれでは各選手にですね、意気込みとどの辺にいくかっていうのをお話しいただきたいと思います。まずは瀬戸選手、意気込みとどの辺にいこうかなっていうのをじゃあお願いします。今言ってください。いい感じです、お願いします。なるほどね。ちなみに瀬戸選手、どの辺に行こうかと言いますか。結構アピールされてます。どこへ、こちらへ、あちらへ、あちらへ、ざっくり言いました、あちらへでございます。さあ、そして藤田選手、意気込みとどの辺に行こうかなというのをお願いします。意気込みです。意気込みに本当、上がった時の皆さん のアピール試合だと思ってます。激しくアピールしてほしいと思います。激しくアピール、どの辺に行きますか。藤田選手もこうシャラボラとアピールしてくれてる人たちがいるんで、はい、そうですね、僕はちょっと近場すぎると思います。ここら辺ですね、近場すぎますね。はいはいはい。さあ、そして山下選手、意気込みのどの辺に行くか。まあ、優勝したら何かもらえるみたいなので、とても優勝、はい、1位目指して頑張ります。おお、場所的にはじゃあこちらへ、こちらへ、こちらへ、はい、皆さんあっち行きますからね、よろしくお願いします。そして木本選手、意気込みとどの辺行くか。大高持ってないよ。何回おい、続いて、まあ、じゃあ一番あっちから、じゃあ君はこちらから行くか。なるほど、ハケミさん、おとめの源田真央だ。それぞれ皆さん作戦があるようですね。マジでだから、ね、さあ、どんなレアものを持って帰ってきてくれるのか。それでは選手の皆さん、サポーターの皆さん、商売 OK ですか。ではやりちゃん、コールお願いします。お宝
顔がおるの。ロビーちゃん、あんな写真撮ってくれてありがとうね。負けない。お、瀬戸選手速いぞ。藤田選手はかなりこの下段のほうで降りて。一番前まで。藤田選手も一番前まで。一番前まで降りて。見てらっしゃいますね。ユニコーンとかパネル。で、夏に入っているもの。いや、これは瀬戸選手はもう決まったようですね。瀬戸選手は決まりました。瀬戸選手決まりました。木本選手も決まった。木本選手まだかな。上の方行きますね。木本選手上を攻めます。そうですね。上からも結構こうね攻める方もいらっしゃったりとか。なんか攻撃する。結構上まで上がってますよ。あ、出ましたけど出ました。あれ多分一番上に攻撃してるんじゃないですか。え、一番上に木本選手上がります。だいぶ上まで行きましたよ。山下選手のところもすごい皆さんとお宝持ってこう。あ、ここにあるで、木本選手は山下選手は山下選手あそこでもこれにしようかなって皆さんが周りになってはるんで。あ、でっかいロビーのサインが入ったね。ユニフォームね。ロビー、ほらロビー嬉しいわね。あ、ロビーのでっかいサイン。違う間違いなく向こうに指差してるよね。俺でっかいサインやで。あれ藤田選手は藤田選手はあそこでどうこれいろいろと、まあね、いろいろこれにしようかなって今考えてらっしゃる。山下選手もなんかいろんな意味を聞きながら、ね、でも皆さん本当に用意してきてくださってますからしっかり準備して選ばれてますね。さあ残り時間はわずかになってまいりましたよ。藤田選手、山下選手、木本選手は決まった。決まった。木本選手は決まりました。木本選手決定。瀬戸、木本と決まって藤田、山下が今山下選手決まったのかな。山下決まりました。あ、山下選手、あ、決まってないんじゃないですか。あ、今決まってます、まだめっちゃ悩んでる。あ、瀬戸選手早い入ってきました。お宝はちなみに愛理ちゃんはいろいろお宝ありますか。あの、絶対ないですね。あ、そう。はい、ただ私がサインです。さっきの写真あるんだ。お宝や。あ、そう、見たね。結構悩んでんで。藤田選手はどうかな。決まったのかな。瀬戸選手はまだ決まって、あ、なんかサイン持ってる。ご家族で、あ、はあ、これはいいんじゃないですか。ちょっと後ほどね、お伺いしたいと思います。かなり瀬戸選手は自信ありそうですね。マイメロシーじゃないですか。さあ、まだ皆さんしっかりね、見されてまして。え、みんな、もう決まった。今度の決戦も藤田選手はいない。決まったのかな。木本選手は決まって、藤田選手は、山下選手はいた。あれあれ、あ、いる。山下選手まだあるので。あれ、まだ決まってないの。山下が遅いな、ちょっと。あ、いろいろ悩んだ結果、さっきのあなたみたいな感じなんですか。これもう一回戻ってきて、かわいい女の子ですよ。あの子と一緒に、はい、手をつないで2人で、あ、今帰ってきます。あ、そして、あ、来ました、来ました。藤田選手、木本選手がいらっしゃいましたよ。ではステージにお越しください。ということは山氏が今来たらフィニッシュということになりますね。そうですね。かなりこの2人も迷われてましたからね。木本選手はなんか下位結構動いてましたね。あ、こんにちは。僕ちなみにそうですね。では瀬戸選手のグループがこちらですね。
すごいすごい。どんなお宝の場所になりますね。あとは山下選手の到着を待つのみと。いや、山下選手めっちゃ下がるよ。もういいって、ちょっと待ってください、もう一回見てきますねみたいなことをやっていましたね。真剣に悩んで結果、山下選手はどんなアイテムを持って帰ってくるんでしょうか。お宝さくら鑑定団、はい、4選手が皆さんのもとに行ってお宝を持っている人と一緒にステージに帰ってくる、その4組目、山下選手を今行ってまいりました。サポーターの、あ、ご飯のともに。ではステージでお参りいただきたいと思います。さあ、ではステージに乗ってくれました。では、お宝を持っている方と選手は並んでお立ちいただきたいと思いますが、今よく揃いました。それではそれぞれのお宝を自慢していただきたいと思いますが、一番手は木本選手。はい、木本選手は、お、昔の選手がなんか続いているか、なんか森島さんだったり、はい、いろんな人の選手、あのゼカルロスが、はい、寺田なしなというところがやっぱりあります。あったあった、手ぬぐいね、カタカナじゃなくて、はい、寺田なしのところがちょっとあの、あれかな、もうなかなかなくなるので、ゼカルロスはずっとカタカナでしたからね、わかりました、ありがとうございます。ゼカルロスがひらがなの当時の手ぬぐい、和ですから、ひらがなバージョンになりますね、すいません。さあ、続いては山下選手、山下選手、2人と一緒に、はい、この子たちが持っていたお宝は何でしょうか。これはこの 8D プログラムです。うわー、懐かしい。 8D プログラム、まあ、シンジという一郎と潜っている、なんか、はい、ちょっと同期入団のカメラをね、カメラ、そうそうそう、うわ、すごいこれ、これめっちゃ懐かしい。書きたいにある、そう、書きたいと新戦力開花の会ですよね。へぇ、そうですね、夏どうですか、実際持ってらっしゃる方を見かけた時は。え、いや、めっちゃ懐かしかったですね。なんとなく覚えてますもん、こういうのに初めて飲んだような感じの。そうですね、はい、本人としてもこれは持ってなかったですか。そうですね、一応これをキープしながらって言ってもあったんですけど、これを超えるものはなかったので、ね、あ、はい、さあ、ということでお宝はこちらでございました、はい、さあ、最後3組目でございます。藤田選手、はい、お宝の発表お願いします。こちらはヤンマー100周年ユニフォームです、はい、そしてサインが、この手の胸元にはエビールー、おお、数々の若手を育て上げた、はい、エビールー、そして裏にはやはり皆さん大好きな社長のサイン、森島社長のサインです。すごい新規タイン、ただ昔の日本じゃなくて、もう100周年っていうのがやっぱり、いや、かなりのお宝だ。ヤンマー100周年というユニフォームは数に限りがありましたからね。もちろん非売品で、入手ルートは秘密だそうです。なるほど、入手が秘密、入手が秘密、僕が深い、知りたい。さあ、そしてこれはもう大グレベルの考えた戦い、4組目、瀬古選手、お宝の発表お願いします。まず、これは社長さんのサイン、社長さん、ね、これも社長さんのサイン、はい、これこれだけど、これは俺がジュニアの時に来たことあるユニフォームやったんで選びました。はい、ジュニアユースの頃ちょうど降りてきてユニフォームこれでしたもんね。でこれを記念して戦って戦うマシンだ、はい、それを思い出して、そうですね、そして社長というサインがいい、これちょっと、2個持ってきていらっしゃいますからね。さあ、決めるのはロビン先生でございます、はい、
一番レアな顔を選んでください。あなたが選んで選ばれ拍手ください。あ、なるほど。あ、皆さんに決めていただくと。おお、ね、まずは木本選手の方々、木本モッピーよかった方、拍手お願いします。ちょっと、すごい、続けてみます。じゃあ山下選手のコンビ、藤田選手のコンビ、瀬古選手のコンビ、そして選んでくれたね、友達にもプレゼントがあります。セレッソ商店街選手サイン入りユニフォームプレゼント、今年のユニフォームに選手のサインを入れてプレゼント、これも素晴らしいことなかなかあるでしょう。じゃあ山下選手から贈呈してあげてください。おめでとうございます。じゃあ正面見てそのまま、山下選手にもプレゼントがあります。1万円分の商品でプレゼント、ありがとうございます。すごい戦いでしたけども、それぞれのお宝はプライスレスでいろんなお宝がありますからね、それぞれ大事にして、それは25年の歴史ですから、これからどん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 食べていきたいと思いますね。素晴らしいお宝、そしてお宝ありがとうございました。参加してくれましたメンバー、大きな拍手をお送りください。みんなありがとうございました。ありがとうございました。